最新情報を流れでキャッチアップ、ラジオ感覚放送毎日エダベです。おはようございます、スターバックスの加藤です。2月の3日、今日も最新のアップデートを皆様にお届けしていきます。電車に乗りながら、ご飯を食べながら、ちょっとしたながら時間で気軽にキャッチアップしていきましょう。放送のフィードバックは YouTube のコメント欄、または Twitter のハッシュタグサバワにて投稿お願いします。今日は水曜日ということで、来週から新しいパーソナリティに変わります。昨日お話しした通りですが、差し当たって来週からですね、水曜から金曜日は新しいパーソナリティが入ってくれますということで、今日というか水曜日担当してくれるのは福島さんという方はですね、 SRE チームで活躍しているエンジニアさんで、 AWS 認定とかもたくさん取られているような方で、知識も豊富です。であと個人的にはすごい優しい語り口で話してくださるのが素敵な方なので、彼の放送結構楽しみにしていたりします。来週から担当してくれます。詳細な自己紹介とかはその放送の時にしてくれるかなと思いますので、皆様ぜひお楽しみにということで、今日の放送早速入っていこうかなと思います。今回は2月の2日のアップデート2件ありました。1つずつ見ていきましょう。まずは1つ目、 Amazon Redshift がコールドクエリのパフォーマンス向上を3つのリージョンに拡大。はい、今回のこれリージョン追加のアップデートではあるので、普段はあまり紹介してないんですが、ちょっと内容が気になったので紹介してみます。Amazon Redshift のコールドクエリのパフォーマンス向上が新しく3つのリージョンでも対応しましたよと。東京ではすでに対応済みのアップデートですね。今回追加されたのはサンパウロ、カナダ中央、ムンバイの3リージョンです。で、どういう内容かっていうと、レッドシフトってクエリを受け取った際にリーダーノードの方でそのクエリのコンパイルを行ってクラスターノードに配るような動きをすることがありますと。でレッドシフトにはキャッシングの機能があるので、2回目以降同じクエリが投げられた場合にはキャッシュからその内容を返すので、コンパイル処理はいらないと。ただ初回時どうしてもコンパイル処理が入るので、この初回のクエリのことをコールドクエリと呼んでいるみたいです。で2020年の6月にクエリのコンパイル時間が今までの2倍のスピードで処理できるようになったというアップデートが出ていて、これによってコールドクエリのオーバーヘッドが大幅に解消されて、レイテンシーが大きく抑えられるようになったと。新しいクラスト作成時とかはまあそうなんですけど、あとは最新リリースにレッドシフトアップグレードするとキャッシュがフラッシュされてしまうためにクエリの実行が遅くなって、ワークロードの要求する水準に満たなくなってしまうみたいなことがあったらしいんですが、まあこういった問題が解消されるということで、まあ役に立つというかアップデートだなと思って、内容についても改めて紹介してみました。今回のアップデートで14のリージョンでコールドクエリのパフォーマンス向上が有効化されるということです。では次、最後2つ目いきましょう。 AWS ローンチウィザードが RHEL、SUSE Linux を用いた SAP アプリケーションの高可用性構成に対応。はい、サードパーティーアプリケーション環境を数クリックで立ち上げられるサービス、ローンチウィザードですが、こちらが SAP アプリケーションの高可用性構成に対応したということで、もともと SAP HANA Database の高可用性構成、まあ、いわゆる HA 構成と言われるやつですね、は自動で行ってくれる機能があったんですけれども、この際にアプリケーション層の方をHA 構成で立ち上げるためには手動で RHEL とか SUSE Linux 立ち上げて作る必要があったと。 DB の側は立ち上げられるけど、アプリケーション層は自分で立たなきゃいけないっていうことですね。まあ、これはちょっとめんどくさいねっていうことで、今回のアップデートによってアプリケーション層側もローンチウィザードで立ち上げて HA 構成が取れるようになったという形になります。SAP を素早く立ち上げたいという方、 AWS 使って SAP 作りたいという方には嬉しいアップデートかなと思います。ぜひ皆さんご確認ください。ということで、短いですが以上2件、2月の2日のアップデートでした。繰り返しになりますが、放送のフィードバックは YouTube のコメント欄、または Twitter のハッシュタグサバワにて投稿お願いします。また次回毎日 AWS を楽しみに。ではでは。